スーパースター。お、もんだ。フィッシングスーパースターと幸丸の栄太郎くんですね。また幸丸に来てます。でかい画面ついたから。で今日の結果はまあ言われへん。今日はですね、実はね、もう知ってる人も多いとは思うんですけども、幸丸さんのフィールドに惚れてもうて、今何日ちょっと経ってんねんけども、本来ピタってね、そうですね、ピタっていう水面で、まあ緑が濃いとこなんですけども、何がすごいって、空の雲とか全部映んねんな、ね、緑が映り込んで。で、釣りしてたらそれの雲が、追い込まれてる時赤目に見えたりするというね、病気が発症してまうんだけど、心に余裕がある時はもうその風景たるや、むちゃくちゃすごいなと思いながら釣りしてて、で、すごい頑張らなあかんねんけども、釣れた時の魚の魅力、えげつない。赤目がデイで狙って、なんやったらバイトする瞬間とかもね、バーって見えたりする、こんなとこないやろと思って、まあ、大会。もう、赤目、サチマルも赤目もなくなりました。大会。あかんな、それは。サチマル、赤目大会2022っていうのは今年やろうと。やってるんですけども、動きがあったということで、はい。ねえ、ちょっとテンション低いな。低くないっすよ、全然。なあ、大したことないの？え？いやいや、しょうもない、しょうもないの？いやいや、すごいっすよ。本当にすごいっすよ。すごい？はい。ね、僕の記憶ならば、22期ぐらい釣れてて、最大が、113やった。113。まさか超えへんな。超えますよ、もちろん。超えんの？超えるか。超えますよ。超えるか。113キロ。はい。113センチを超えた。超えましたね。超えたのは1匹ですか。1匹じゃないですね。え？1匹じゃないの？マジで？マジです。113円で。113超えてますよ。まあでも。いや超えるでしょ。まあまあ結構12匹ぐらい釣ってんけども、113円でちっちゃいのが少なかったな。そうですね。せやな、せやな。うんうん。まあまあ順当でしょう。113の次何センチですか？126です。え？俺の記録やん。はい、ここでの。はい。126センチ出た。出ました。33キロ。30.3 です。あ、30.3。まあ、30キロ。はい。試写後入社ゼロキロやん。30も3も。まあ30キロですよ。30キロ。試写後入社ゼロはおかしいか。ね、魚を出荷する破壊で測ってるんで 30.3 っていうのはすごい正確な数字だと思います。126センチおめでとうございます。アングラーは誰ですか？川北さん。川北さん、はい、川北さんおめでとうございます。126センチ、はい、126でっかいな。俺の記録と一緒やん。やばいな。やばいですね。俺のが126で30キロ超えとったよね。超えてました。あれ何キロやった？32じゃなかったですか？32.何で、はい、そのウエイトはサチマルの記録やったよね。そうですね。やっぱり同じ126センチでも、うん、俺のウエイトは超えられん。そうですね。見たら分かるやろ、そんなもん。俺のウエイトなんか超えてないたまるか。そうなんですよね。そう。でもね、超えてる人おるんですよ。超えちゃったんですよね。ファドン？マジで？マジです。あ、ちょっと待って、それ、ひょっとして、1位ではない。1位です。あ、1位ではないです。113を超えた魚っていうのの次が126やった。はい。ってことは、次は第1位や。あ、まだおる？いますよ。あ、え、まだおる？います、います。え、何匹超えたの？113を。あ、そういうことか。いないです。いないです。いない、1位です。1位です。あと1匹。9月、28です。28、はい、おあとわずかな時間で私の52歳の誕生日です。おめでとうございます。はい、ゴールドバーで。まあそんなのどうでもいいんだけど、9月28日の段階で第1位の発表します。第1位は何センチでしょうか？129センチです。お、いい肉や。
言い肉です。言い肉してた。言い肉してました。129やば。やばいですよね。それパラッパやな。はい、え132超えたって？超えました。マジ？超えました。7トンぐらい。いやいやいや。あちょっと測んない。ちょっとそれちょっと行き過ぎです。やりすぎた。やりすぎです。7トンです。あちゃあ何キロやったんでしょうか？33キロ。あ33。あやばいな。刻むな。129。あ、これやったらこの間俺がやられたんとは違うな。いやでもね、何これ赤目釣れすごいとこ見つけたから、まあ世界で多分初めて、まあ当たり前日本しかおれんから、はい、世界で初めて赤目釣り第1回をしようと、はい、これすごい試みやと思うね。赤目の釣りの大会からねをやろうとしたところ、なんとなんと俺去年ちょっと素晴らしいめちゃめちゃ出ないの釣ったんやと思ってたのに、それを超える魚が、超えましたよ。超える魚がもう、第1回初年度で2匹も出てしまったと。出てしまいましたね。これは夢あるな。夢あんな。え9月28日あと何2ヶ月や、はい、でもね俺がかけた魚がほんまとんでもなかったから、まだまだ夢あんな。確かに、うん、去年からそれは見とんねん俺。ちなみに129センチ釣れた翌日126釣れてますからね。えー、太郎の悪いとこ出てもてるわ。何ですか？肝心なこと忘れてる。何ですか？誰釣ったんよ。誰ですか釣れたのは。今頃もうやきもきしが怒ってんだよ。本当っすよね。もうこうやってなんか藁人形売ってんだよ。確かに確かに。誰が釣ったんですか？高田さん。出てこいやいう人ではない。違います。違う。高田さんってひょっとして前回来た時にチャンピオンやった、113を釣ってた高田さんと、そうです、ひょっとしたら一緒です、同姓同名で違う人。いや一緒です、一緒、はい、双子の、いやいや違います、いうタイプだと、そのタイプの、いや一緒違う。あの高田さんが今ウィナー。そうです、やばいな。自分で買いました、更新しました。ちょっと待ってや、赤目って夢の魚で人生かけて1匹釣れたらええなみたいな魚ちゃうの？いやまあそうなんですけど、うん、自分で釣っちゃいました、ね、その人が2匹釣っちゃいましたね。あ2匹目や。2匹目です。でその人はその113釣るまでは釣ったことあったんかな？ないです。ないの？ないです。人生で赤目2匹しか釣ったことないのに2回現状の1位を取ったん。そうですね。やばいな。まあ、1匹目足震えてましたからね。震えるわな。まあ俺ぐらいだったら鼻くそ欲しくりながらやから嘘ついてって。まあまあでもすごいね、いや僕もねこの大会をやった甲斐がある。ただですよ、ただちゃんと言うとく、ただ俺はこのまま129が突っ走るとは思えん。いや自分も126までしか釣ったことないくせして偉そうに言うなと思われるかもしれんけど、おる、いますね、おる、いとる、夢あるわ、やばいな。いやいやいや、もうほんまね、すごい楽しみになってきました。今日はね、現状、9月28日の現状、途中経過の報告ということで、カメラを回させてもらいましたが、すごい。それはすごい。で、まだまだ夢あるから、次来る時がすごい楽しみ。うん。うん。で、みんなにも参加してもらいたいし、いきなり赤目やんのも、っていう人もおるかもしれんから、第1回の、表彰式の日決めましたもん。みんな予定組まれへんやろから、2003年の1月に、大会の表彰式と、2023ですね。あ、2023か。あ、3以上の数字分かんない。2000とか言ったらもう飛ばす飛ばすやから。2023の1月29日に、大会の表彰式をやろうと思ってます。はい、で、その時に、まあ、大会参加してくれた人とか、あともう一つね、やりたいけどちょっとちゃんと聞いてから様子見てからやりたいって人なんかも来てもうたらええと思うし、僕と会いたい、一緒に釣りしてみたいなって人にも来てもらいたいなと思ってます。なんでかというと、80には釣り堀があるね。
で釣り堀で一緒に釣りするのもええし、もう一つ釣り堀で大会をやります。詳しいことはまだ言われんけども素敵な企画を用意してますんでね、ほんまに楽しみにしてもらいたいなと思ってます。でまあ何にせよどんな釣りのトーナメントにしろ大会にしろマーリンを抜いたとしたら30キロを超えるような魚、しかも130に迫る129センチの魚が現状1位やねんけど、そんなチャンピオンフィッシュが出る大会はこの世には絶対ございませんので、まあまあちょっと注目して見とってください。僕自身もそれ超えたろうと思ってますんで、超えたろうと思ってますんで、日帰りで高知にバンバン来てますんでまあそれぐらいの価値絶対あるからね、皆さんもね注目して、で、興味持ってください。まだまだこれからということで、もう見た目からしてもう余裕だしみたいな。何言うんですか今貫禄がやばい。いやいやいや、どういうことですか。貫禄がやばいよし、これで終わろう